テテナールの現像液。現像液は、写真、映画の現像工程において、フィルムや、因菓子などの観光材料を現像するための薬液、水溶液である。現像主役、現像保資剤、現像促進剤、現像抑制剤等の混合溶液である。日本語の観光では、観光した、フィルムあるいは因菓子や甲板に対して、 最初に行う作業を現像と言い、定着させ乾燥するまでの全工程を総称して、現像というが、ここでは前者を現像、後者を現像をプロセスとする。前者の現像を行う、際の薬液が現像液である。撮影することによって、フィルム、因賀紙、乾板等の観光材料の表面の層で観光した、ハロゲン化銀を金属銀に還元する作用を持ち、 この作用を現像と呼ぶ。この役割は現像液の中でも現像主役が追う。この還元作用によってフィルム状にできた線像を可視化する。この現像作業及び内容や現像液は白黒、カラー、メガフィルム、リバーサルフィルムのいずれにおいても基本的には同様である。一定の温度、一定の時間での現像作業が終わったら 現像を止めるために停止浴を行う。現像作用は、アルカリ性の状態で活性を持つため、酸性液に浸すのである。停止浴は、現像液を流水で洗い流す水洗でも代用され、カラーリバーサルフィルムの現像方法である E-6 現像では2分間の水洗を処方している。カラーフィルムにおいては、ネガリバーサルともに第1現像の後に、 発色現像を行う。白黒リバーサルフィルムにおいては、漂白、サイロ庫を経て、第二現像を行いポジに変換する。市販の現像液は、現像主薬を中心に、現像保し剤、現像促進剤、現像抑制剤等を混合した溶液を製造販売しているものである。現像主薬は、現像作用を持つ薬品であり、 現像液のメインを構成する。現像主役として用いられる薬品は以下の通り。現像保氷差資材は、現像作用が進み、現像主役が無効になった際に、その酸化を防ぐ作用を持つ薬品である。現像保氷差資材として用いられる薬品は以下の通り。現像促進剤は、現像液のアルカリ度を上げ、現像作用を促進する薬品である。 現像促進剤として用いられる薬品は以下の通り。現像抑制剤はぶりを防止する作用を持つ薬品である。ぶりとは観光材料の表面のうち観光しなかったはずの部分が国家着色する現象を指す。現像抑制剤として用いられる薬品は以下の通り。拡販する。現像液の排出。 これは、アグファランディナックス 35U というタンク。以下は、手現像における標準的な手法である。ありがとうございます。